いただきましてありがとうございます。今日はまず11月10日目前に進めました、フリーダムズ後楽園ホール大会 Go for it フリーダムズ2020こちらの大会の、全カードは既に発表してありますが、デスマッチ形式並びに、出場選手の意気込みを語っていただきたいと思います。はい、まずは1人目、この日の第2試合に組まれております UW 世界ジュニアヘビー級選手権試合王者カムイ対、挑戦者ドラゴンリブレ、はい、この試合に挑みます挑戦者ドラゴンリブレ選手より、意気込みコメントをいただきたいと思います。はい、お願いします。はい、まあ、先月の後楽園ホール大会でマスムさんから、ギブアップを取って、で前回の新規版大会でも、県チャンピオンカムイから、ギブアップを取った、まあ、これが、結果でありこれが事実なんで、はい、まあそれを受け止めて、ね、ベルトに挑戦を受ける、まあ、カムイさん、カムイ選手、カムイさん、カムイ、まあね、本人はその前回の負けを認めたくないのか何を思ってるか分かんないですけど、ね、いろんなあいつの勝ちはたまたまやとかマジでとかあと油断したとかそんなこと言ってますけど、まあ、チャンピオンからねそんなまぐれとか油断したとかいう言葉は聞きたくないんで、そんなチャンピオンはさっさと引きずり下ろして僕がベルトを取って新しい時代を作っていきたいと思います。以上です。はい、まあ、そうですね、肩の怪我があって、まあ、手術したとはいえ、まあ、ちょっと、今までのようなスタイルは、まあ、ちょっと控えていこうかなと思った結果、じゃあ自分に何が必要かなと思った時にやっぱ体がちっちゃいので投げることは不可能、じゃあ相手のでかい選手でも、倒せる関節技をジャベを使っていけば活路を見出せるのかなと思って、復帰してからはそういう風なスタイルを変えていきました。はい、まあその結果がねついてきてベルト挑戦まで行っているので、はい、これはすごく自信になってます。はい、なんか今日はチャンピオンがいないんですけどもどうしたんですかね。なんか知ってますか。まあね余裕ぶっこいて。来てないだけなのかもしれないですけどね、はい、まあ、そんなチャンピオンの姿見たくないでしょ皆さん。だから私は必ずベルトを取ります。はい、第3試合に組まれております、現、王者アンモスサイトベルンチャー組10度目の防衛戦キングオブリアンワールドタッグチャンピオンシップ王者アンモス崎ビオレンチャック組対挑戦者ケンタロウ海岡達人組。はい、ではまず、挑戦者チームから、はい、コメントお願いします。まあ、まあ僕と高橋さんが組めばもう何も間違いはないですね。まあたとえ、まあ、ヘビー級のコンビ相手でも僕と高橋さんだったらまあ大丈夫、まあ大丈夫でしょ。本当に大丈夫ですね、完全に、うん、まあ、僕はね高橋さんとは純粋にタッグ組んだことはないんですけど、まあ、ロビンタックでゼロワンとか、まあ、この間とか、うん、ちょこちょこ組んだったんですけど、この間のシングル、この間のシングルで、うん、もう戦いを通じて、通じられましたね。通じちゃったね。通じました。うん、まあ、マンモスかね、何回か対戦は。ああ、そうですね。ジャック初めてなんで。あ、そうですね。うん、楽しみですね。そうですね、それは僕も見たいです。見たい、はい、見たいですコーナーですよ。そうですね、そうですね、まあ、10回目っていうことでね。ああ、そうですね、はい、10回目はやりすぎでしょう。そうですね、ちょっとね、そうそう、僕らははい、もうそろそろ2人近くになりますよ、なっちゃいますよ。はい、取りましょう。やりました、やりました。はい、お願いします、お願いします。はい、じゃあ
大蛇組お願いします。はい、この試合は私にとてもインポータントマッチ、みんなライバルとタッパーな大先輩、大ベテラン選手と俺だけ、なんかちょっと緊張してます。でも高岩さんと試合初めて、もちろん私試合見たことあるけど、見るとする同じじゃない、難しい。マモさんのサポーターがあるけど、もし俺のせいでこのベルトを負けたら悔しい。頑張ります。昔の試合けど、簡単じゃなくてもやりたい。絶対俺ら勝つ。はい、高岩さんとは何とかね、シングルとかもやらせてもらって、もう本当に真っ向勝負でぶつかっていける相手というか、当たってヒットポイントを削っていくような人だと思ってるんで、思いっきりそこは行きたいと思います。ジャックが、警戒してるけど、きっとジャックともすごい高谷さんだといい試合になると思いますし、やっぱり自分がちょっと怖いなと思うのはゲンちゃんですね。ここ最近のゲンちゃんのなんかこう自由っぷりというか、そういうのがこう一回こう足をすくわれないというか、そうなんかこう初めてかな、ちょっとこう怖いな、何されるのかなっていうような気持ちもあったりとか、またこう今回一番こうなんていうんですかね、純プロレスというか、こう高谷さんが入ってさらにこうストロングスタイルというか、そういう回転と防衛戦できるっていうのはすごく楽しみにしてます。質問があればお願いします。そうですね、僕の思いというか、新日本でゼロ、もう第三のふるさとだと思ってるんで、もうここはベルトに絡んだことはないんですけど、ここで一発取ってちょっとまだ存在感をアピールしたいなと思います。まあちょっと緊張もしてますけど、そう本当ですか、ゲンちゃんいるんで安心安心してます。いや、もう全幅の信頼をしてます。はい、そうですね、はい、まあこうなんかそういう中でこうジャックもこうそういう気持ちでいるのかなと思ったんですけど、まあ勝った試合見てもらったら分かると思うんですけど、全部ね僕らの試合の勝ちパターンにハマっていってるんで、その試合の組み立てして最後は僕らがまた防衛重ねれるかなと思ってますけどね、崩されるようなねヘマさえしなければですけども、まあね、このね、メインイベントが正岡対武田という豪華なタイトルマッチの前にセミファイナルで組まれたわけなんですけども、正直メンバーを見てもらうとね、普段新木場や地方の大会でやってるようなメンバーで、これといった引きがない、刺激がない、正直、なんでね、俺っちから、形式を提案させていただきます。はい、この試合の形式はシミュレーションインプットデスマッチ、日本式でいうといわゆる刺激投入の殺し合いってことですね。はい、まあどういう形式かというと、各自が刺激的だと思うアイテムを各自持ってこいと、ある意味俺っちからのこの
そうだな、このメンバーに対する、この試合に出場するメンバーに対する、査定だな。うん、杉浦が杖杖言ったって、あいつにどれだけのデスマッチセンスがあるのか、うん、そういうのを含めて、俺っちを満足させる刺激的なアイテムを各自持ってこいと、うん、そういう試合にしたいと思います。まあ俺っちに関して言えば X という刺激的な新メンバーを投入するんで、アイテムは必要ねえかなとも思ったんだけど、まあ言い出しっぺの俺っちがアイテムを持ってこないのもちょっとなんなんで、もう俺っちも新兵器となりうるようなアイテムを投入するんで、その辺お楽しみください。今日さんは何か、うん、X っていうのは俺も誰かよく分かってないけど、ね、ザンディクかマイク・サンプラスか誰か知らないけど、狂気をね、アイテムを、残虐なアイテムを用意しておきますよ。まあ、当日はね、俺らの前に藤田実対山下里奈とかね、 KFC タックとかも、あとメインは岩相撲がなんだけど、豪華な試合が組まれてるんで、内容インパクトともに他の試合に負けねえような、うん、そんな試合をやりますんで、はい、どうぞご期待ください。言えることはもうすべて言ってきますよ、この間の新規までね。超刺激的な、まあ刺激という言葉では足りないかもしれない、劇薬、劇薬という言葉がふさわしいかもしれない。一番、まあこいつを投入してリーダムズ、そしてプロレス界、デスマッチ界をどんどん面白くしていきたいなと、うん、思っているんで、まあ、あのプロレスファンやマスコミはね、すぐに答えを求めがたがるんだけども、これは誰かっていうのはね、当日チケットを買って会場に来てくれたお客さんが一番先に知り得る、知ることのできる特権だと思うんで、うん、やいや言う前にチケット買って見に来いっていうことですよ、はい。自分でね、刺激的なアイテムを持ってこいって言ったからには、てめえがね、すごいアイテムを持ってきたんじゃ話になんねえし、うん、火災終わったなってなっちまうんで、うん、まあ言うだけのもんを、持っていきますよ、はい。イメージはこれまで使ってたのにちょっと改良を加えて、とんでもない残虐なアイテムを準備していきます。次回の後楽園次期挑戦者決定戦、正式名を発表します、デスマッチオブザリザレクト、ライトチューブギミックデスマッチ、こちらで挑みたいと思います。まあライトチューブっていうぐらいなんでね、蛍光灯を軍団に使った、そして要所要所に蛍光灯の仕掛けを用意する、形式にしたいと思います。でね、まあなんでこういう形式にしたかというと、まあ自分がね、7月の杉浦戦で、負傷した時に、負傷したものが蛍光灯ということで、まあまずはね、このアイテム、蛍光灯というアイテムに勝たないと、勝たないとというか、まあ若干のね、トラウマもなきにしろあらずなんで、そこも打破しつつ、次のステップに、進めればなと思っております。でね、まあ前回イルミネーションとはいえ、隣にいるね、正岡と当たったけど、まあ久々にやって、まあやっぱりこいつすげえなと思うし、楽しかったんですけど、まあ今ね、自分は過去一ぐらいに調子がいいんで、コンディションもいいし、まあなんだろうな、復帰して何戦かやってきたけど、徐々に徐々にというか、やるたびにやるたびに動きが
切れてきたんで、まあそういうところで差をつけてね、まあ挑戦者決定戦とは言いますが、まあすげえ試合をしてチャンピオン杉浦徹にプレッシャーを与えつつ、クリスマスを迎えたいと思います。はい。でも佐藤選手、はい、前回前哨戦で当たって確かに武田正史を場外に落として勝ったとは正直俺は思ってないし、正直この人のポテンシャルで言ったら正直えぐいことしてくるっていうのは今まで対戦した経験から分かってるんで、正直杉浦とやるための通過点って言っても強大すぎる通過点っていうのはもう心にしっかり刻んであるんで、もうはっきりこの人に勝って杉浦に挑戦するっていうのをしっかりやっていきたいと思います。まあやっぱり海外でも評価されてますし、まあ、僕は動けるデスマッチというか動くデスマッチを理想としているので、まあ、そういう面では噛み合うのかなと思ってるんですけど、まあ今の本当はさっきも言いましたけど今のコンディション的にはまあ動きに関しては自分の方が上だと思ってるので、そこは負けないと思いますけど、でもやっぱり一瞬のひらめきとか、まあ、普段頭悪いって聞いてますけどデスマッチに関しては頭のひらめきがすごいと思いますので、まあ、そこは要注意かなと思います。はい、はい。まあ、デスマッチに関してもバカだから足の骨折ったと思うんですけど、でもバカはバカなりにむちゃくちゃしてくるんで覚悟しないでください。絶好調です。まあ私がね怪我する前に散々まあバカにはしてきましたけど、結局ね強い奴らを次々と倒してね実績は作ってるんで。まあ、強いと言うしかないですね。まあ、ただね、まあ、僕、まあ、怪我しておいて偉そうに言うのもなんですけど、あの戦いは途中で終わってるわけだし、まあ、杉浦徹の実力っていうのはまだ体感してないので、まあ、まだ若干下に見てる部分があるんで、まあ、そこは当たった暁にはそれを、まあ、試合中にね、まあ、体感するなりして、まあ、さらに上をね、俺は行こうと思ってるんですけど、まあ強いチャンピオンじゃないですか。はい。まあ僕が足やって欠場してる間にチャンピオンになってこう実績を重ねてってるっていうのは、正直チャンピオンになった試合も映像で見たし、すごいそれで。なんだろう、まあ、勇気もらってリハビリに励めたっていうのもあるし、正直ね、名古屋に住んでた時代からの後輩なんで、正直チャンピオンになった時は嬉しかったけど、やっぱりなんだろう、目の前に立ってみたいっていう気持ちはすごいあるかな。